シスターのマニマニーどうもシスターのいさかひまごですポンポポ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 あけましておめでとうことこれからもよろしくね もう今年初めてくじけついやじゃじゃ今年もじゃなくてこれからもっていうこのつまずけそう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 当たり前やんそう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 うそ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 う 新年一発目から話す内容なんかっていう感じはあるけどまあまあみんなさんいろいろ聞きたいことあるんじゃないですかまあいろいろね年末年始忙しくていろいろあったからまあまずはあれちゃうその予告通り名古屋の女がいエロ DM エロ DM 来て <laughs> <ー>お前芸人ハトちゃん今その過去行った DM とかうん、うん、過去いった その女の子を言うんじゃなくて未来の女を言ったからエロ DM 来て「来週名古屋です行きます」ってそれがどうなったかそうそうそうそれはどうなったかもままあとりあえず単独のこととかオール雑とかも俺も名古屋のスケベ DM がどうなったかスケベがどうなったかそうやな名古屋行ったじゃない 実質3ステネタネタとコーナーかな,なそうやなまあコーナーかアイダンさんでうん、うん、であのー、あらーと思って全然見かけへんなと思って DM もあれなんかあなるほどその顔は認識してたんだあの子おらへんなっていうことなんかねそのやんわり会ったことあるかなぐらいやってその子ははえそれ大阪で会ってたってことそうそうそうなんか手売りかなんかの時に来てくれた あ<う>で,なるで俺らが遠征の時を見計らって遠征の時を見計らって <laughs> 仮時やなんてなって DM てる <laughs> なるほどなるじゃあ大阪でもできるってこといやだから大阪でもできると思っててでまあまあまあとりあえずなんか名古屋行った時に DM 来なくて、うん、まあとりあえず、うん、今日よろしくお願いしますみたいな DM 送って、うんうん、ほんで、まあ、舞台でバタバタはい次捨て次捨て次捨てって感じだったりとかほんで が特にあれどうなるんやこれと思ってもしかして俺行けへんってなった時にそれでもモチベーション変わってくるそうそうだいぶ変わってくるもう俺はもうずっとドキドキしながらライブしてたのにあのこらへんのそうそうそう会場を探し回ってあの狭い中ね全員お客さん顔見えるやんかでも探し回ってほんでじゃあみんなでちょっと店行こうってなった時に理由の連絡来ましたあ来たんお前そういうことお前 店,店行って終わってさあのー、名古屋のさ、うん、駅向かうときにさ、うん、なんかみんなでもうさ、うん、パ,パパパッと乗車変更してさうん、うん、すぐ帰る予定てったらなんかお前だけもちゃもちゃしてたやんかずっとあだから、ね、粘って俺だけ時間間に合わんかったで行こうとしてたってこといやあのー、店の時に、うん、そうまあもちゃもちゃしてたのは、うん、あのなんか「ごめんなさい」あのー 私、彼氏できましたって来てあーなるほど、ね、そう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 だから「行けません」って言われて <laughs> あのだからホテ,、ね、ホテルの件とかも「そのごめんなさい」って言われてああそうやからそうもちゃもちゃしてたなるほどね <laughs> そうそうそう,そう結局行けずじまい何やよおもんないわおもんない僕。 いや送って本当にいてほしいわいや分<の>かるわ結末がなその結末いや別にいやしょうもないなそれどって同時進行ってことやもん<う>なんでさお前といや別に俺面白いをその探してねその中にこの話題があったから確かに その断り方はない,わそ,れいやそれはもうちょっとすみません、誰参加しないんですけど、それはもうなあそう、席に取って週末するかそう。僕 <laughs> ね、役座ない。い <laughs> こんなもん。今、今、結構、びっくりしてるよ、<laughs> こういう話題。題まあまあまあ。<laughs> なんか結局、池けじまいでしたよ、僕は。まあ池、行けずじまい。じゃあ、なんか、そうやろお前、かたくなに一緒の電車を帰ろうとしてくんなと思ってて。 店についてくるな、思ってて。いや、せやで、だけ時間を稼ごうとしてて。<laughs> <laughs> 俺なりにな。確かになんか、その、タクシー第1便、第2便やって、うん、なんかお前、めっちゃゆっくり小道を片付けて、第2便で来たもん。せやで。なんやねん。うん、長く、その、交渉の時間長く長く、あ、もうダメです。しっかり。 つまらんなつまらんなあ。つま慢はでもまたな。でも大阪おるんやろその子は。大阪おるみたい。って言うてくんですよ。だからもうさまあそうだけさ。やもうだからな、結局な、もうそうな、ややこしいのに、ね、ねもう,もうお笑いファンって。で遊びたいだけで来てほしいよな。そうやね<う><う> 分かるわ、腹立つ何かさ行けると思ったらもん行かれへんかった時バリなんかさ別に何も向こうもあれんえけどなんかめっちゃ難しいしそうなんかこっちもいろいろそれでさ考えていやそうやだからこっちもだってスケジューリングあるやんあの日に名古屋のこの日に行くから、うん ちょっとね、2、3日前は仕込んのやめとこうとかそう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 あるそう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 そなそう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 そのそう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 そ調べてたもん。うそ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 うさうそ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  何でいや、いいよ。別に、こんな、そんな、すかし HHDM が減る、減るならええよ。俺は本命 HHDM だけでいいよ。全然ええよ。ほんまに。それだけです。何がやりたくて芸人になったとかって。ちょっと本命だから、それだけやめてください。思わせぶりはな。その代わりね、まあまあまあ、信念でね。はいはいはい。 おお、年玉ね。ようさんもらいましたやっわかっこええなんかお年玉そうね。結構もらいましたね正月な三が日あれも入ってたしあの前節も入ってたしな入ってたし森の宮でソルジャー部でも入ってたから結構そうねいろんな先輩と会う機会があってそうやねでもでもやっぱそのさあの三日か三日にうん 俺前せあ,、うん、あって、まあ、いろんな芸人くれはるやんかうん、うん、でまあもうだ渡す人って結構上の兄さんやん人に1000円配るのも何の痛くもない人らが配りはるやん,うん、うん、やから、まあ、そんな上の人だと僕もう面識ないからもらえたらラッキーやなぐらいで思ってる正直やけどさ俺がね楽屋おって <laughs> ミキの亜生さんをおって亜生さんおって で、普通におはようございますって言って、あげましておめでとうございます、今年もお願いしますって言って、別にそれでおお、お願いね、今年もいな感じで、普通にそれをって。でも別に別に、別にくれへんかったんやとか別に思わなくて、普通にまあ、それくれへん人らは山ほど、い俺らぐらいの接点やったら、あもうもうくれへんかと思ってて。で、その後にね、亜生さんが楽屋ずっと居はったから、その通るね、道中にさ、喫煙所あるやん、あそこ。 喫煙所に向かうとき、そまおさん、そまおさんも喫煙所に向かうときに、おお、oh, oh, oh. oh,、そまお、つって、そまお、ちょっとおいで、つって、そまお<い>さんに、おお年玉、つって、て<え>あげて、ああ、まあまあ、そうか、まあまあ、そまおさんぐらいの、の仲へってあげるか、あ<ー>まあまあ、うん、俺とそまおさん、多少、確かに間あるもんな、と思って。うん、で、その後、ばーってそう、ジョックロックが通って、ジョックロックが、あ、ございますあの、今年もお願いします、うん、って言ってで、ジョックロックも、さっき、そまおさん、 に上げたとこをちょうど見られてたからうん、まあまあまあっていうでうわっ俺このまあだからジョックロックに上げんねやったらまあ正直俺も,もう同じラインやからもらえるライン同期やしでもこれ俺も喫煙所行くからその流れに一緒におったけど、うん、そのオさんジョックロックもらった後と俺も一緒にこれなんか,いっなかな行ったらなんかもらいに来たみたいなやらしいかと思って、うん、ちょっとだけまあけて行って。うんうん ほんまに1分くらい待ってて、アセさんの前バーって飛んだら、普通に俺には、おいとか言って普通に何もくれへんかった <laughs> <laughs> 普通にくれへんかったええー、あんだけミキベースで可愛がり,かりしてそうやで、ね。言うて。えー、お前アセさんもらってないもらって。あ、じゃあまあまあいいわ。いうん、じゃあいいわ。でも俺とイーサカは同じぐらいやで。そう、学校なんぼ行った。うん、もうこかれかの計算しようこれ。俺はもう計算した。覚えてる。うわぁ、俺は 1>, 1万。1万行きました。 覚えてるであじゃあ俺たぶん1万3。一万<は>。誰そんな名前あげていこう。うわ俺多分一1ぐらい言ってるけど。あじゃあ。いやでもこんなんええのか。いやいいやろ。<coughs> えー、僕は。えー。人参の中村さんやろ。うん。で、東さんやろ。うん、もらった。で、天才や方。あ俺いただいてないわ。たけさんから。 手月さん両方山名さんやろ山名さんいただいた俺もで谷口さんやろ谷口さんいただいてない俺谷口さんはでもほんまあげへんつもりやったらしい<ー>その後輩にもう自分の給料的に配る感じじゃないからっつったけどうん、うん、森の宮の楽屋で <laughs> 竹内さんが後輩に配ってたから、うん、そ,のそれを目の当たりにしたから「まあ、天日が上げんねやったら俺上げへんわけにな<ー>いかんなで」って言ってその場におった俺とこんちゃんと、うんえー、シャカザの久保バトルだけ3人だけにやるわっつってそれでもらったやつやえー、俺でも13ぐらい行ってたわけどな誰 <laughs> <れ>えーっとちょっと待ってよ <laughs> 劇場メンバーでいうと俺でも意外と劇場の人からはあんまもらっいただいてないかも寄せでもらったうん 寄せとか帰る亭さんとかああなるほどね、うん、だ普段仲いい人がめっちゃちょっと時計さんとかな欲しかったな決勝行ったのにまあいやでもまあいやいやほんであの人 M1 ツアー入るから山ほど金入るであれ <laughs> ちょっと時計さんは <laughs>、まあ、今のうちにそのピン差しとったの時計さんもらってないなまあまあ、まあね、時計さんはまあいいわそのお子さんおるから、うん、ちょっと木本さんもらってないな まあでもいやそだからそれで言うと俺原田にもらってないねえまず配ってた配ってないいや配ってないで配ってないけどじゃあのなよそれこそ毎日終わって原田さんとエレベーターしちゃってでひまごうタバコ吸うおおいやあるやんで全然あるちゃんとあのもう原田さんのあのお家あの千日前公園で一緒にタバコ吸うっていやお前二千二十四年新年一発目タバコ吸うのお前かお前なんか演技やなみたいな原田さんが これも,演技もやだ前、今年頑張れみたいな言って。はい、ありがとうございます。って言ってなんかこの中でくれそう、うん、全然くれ。一個も1個もサイ出せ春原田さん、全くくれワ。ワンタバコで終わり。ワンタバコで終わり。ワンタバコで終わりっていうのは<外><う>失礼やけどな。まあでもありがたいね。いや、もうだってもうあの人に外で後編でしかほぼ飲ましてもらってる、ね、ほぼ見せないもんね。あ,の人 <laughs> あんなチャンピオンで。いつか見せくれ,れてくれんね。<laughs> 極寒の公園でタバコ2本数って終わり <laughs> ポケモンみたいなことやなそ遭遇したタバコ詰れてくれて23本数ちょっとなちょっと腹立い,いやだって中村さんくれて,てやさいねしかも裸でなそう俺はもうこれ決めて、ね、この中村さんのこの1円はファイナリストの1円なんでもう来年のエントリー費に使うと決めて、ね、その縁起物ったら、ね、ええー、そんなんさっき言うてよ いやそれ別にお前も別に好きに使ったらよろしいやついやもう俺はあん全部もう使ったお前俺はもう全部使った何 <laughs> 使った, <laughs> に使ったその俺家賃2か月分払ってなかった <うん S 2> でこの1万3000円でこれはもう合ってないような千あの1万3000円やからま <laughs> まあまあねこれで大爆地して当たれば家賃払えるってなってえお前パチンコ行ったお前俺行った行ったわほやこいつ6万おお6万6万になりました 6万か家賃払いました払えたよ払いましたじゃあ兄さんらの <laughs> おかげでちゃと一個一個の力こうやーってやってのが6万になってっ正月のあの時期やなだからまあまあ当たりもとかもないやいやそれ絶対とかもあるやろそうそう絶対無理やでって言われてていろんな人から、うん、そうもうなんか俺もようわからんけど釘 がなんかこう締まりに締まってるからお前そう正月はもう年収はもうまりに締まってる閉まりに締まってるから書き入れ時やから絶対無理やでってなってやっと家賃払えたな毎日電話来ててもうまあなあのそれこそなあの僕単独ねライブでねあの老夫婦のネタがありましたけどあのね赤い封筒はお前の本物やからそう僕の本物 コント師はもうリアリティがいるじゃんそうそうそうそ,う <laughs> そんなこんないます生活をかけてコントしてる芸人いやちょっとあれだからあれ,あれまださ今後もみ磨いていく予定やからやでもやっぱ本物じゃないと面白くないから今後も頼むわ <laughs> <laughs> いやでも、この間気付いたんだずっと赤い封筒で本物をやりたいからそうそうだけど俺はその何回かあのネタ正月なってさせていただいたやんか、うん、させてもらったやんかでやっぱ赤い封筒その場でな消費しちゃうからさ、うん、あ、ないわってなったら井坂があ俺1個あんでついに僕の、ね、おたお互いで、ね、お互いにもので,で,ですぐにそのすすいまません払した まあ、すごいね。まあ、僕はもうすごいよ。もうずっと着信履歴赤やから、ね。<laughs> 赤で不在で。不在中。もショートメッセージも、もう今十一件溜まってるわ。あ、ちょっとね。すごいね。ちょっと、まあ、まあ、だが、まあ、お年玉は、僕は一万円ぐらいでしたね。じゃ、年末年始どうしてたの。年末年、ね、年越しか。ええ、年越しは。で、そうあって。あ、ギリギリまでテクニック取った。あ、だから、テクニックとハッピーニューイヤー。 うん、で結局家で一人で帰ったよ <laughs>、まあ、おったらよかったやん<え>そのせっかくやっいやなんか怖かったわその変に体調不良になるのも嫌やったしいやテクニックは体調悪かったいやテククニッもちょっと悪かった、うん、でプラス劇場にもそんなに人おらんかったそうねで俺もしかしたら多分普通このままの流れったらテクニックと年越すかなと思ったけど、うん、テクニックは東京から同期来てるからってなってあ<ー>あじゃあほなバイバーって<ー> 帰った。<laughs> 一人で。ピザ、うん、食べた。僕はあの、あれ、あの、じけさんと。<う>ええー、いちいさんと。<う>ええー、北村さんと。うん。後、北川。鹿の,の、ええー、六人か。僕含めて六人で。ええー。まず飲みに行って、フェス終わって、飲みに行っておうおう、なんか早めにおらんかったよな。うん、だって、別、俺だって、あれでも、ゲーム実況で終わりやもんだって。 別に最後の歌合戦毎年42期だなったけどもうないやろ今年からあそううだからみんな帰ってたそうそうそうだけみんなおらんかったから俺だって最後ギリギリまで出てたから俺はもうおらんかったからそれで最初のさん一ちさんが「実家帰る」言って「おばあちゃんがもう息もなくないから帰ったらなんねって言ってあそうですか」っつって。 でもまちょっと一杯だけ酒飲むかって探してんけどどこも空いてないからめっちゃうろちょろしててうろちょろしてたらジケさんと北村さんに会ってここで飲みに行くかって飲みに行ってでもう一人北村さんがそもそも豆の田村呼んでて田村呼んでたから田村後で合流してで1井さんと俺とほんま鹿の新父の北側で飲むよってやったから北側も来て6人になって普通に2時 23時半ぐらいに店を追い出されてラストオーダーの時間に追い出されてでも一位さん帰るって言ったけどあと30分やからもうこっちまで行くかみたいになって行くたま行ってであそれもう酒飲みながら行ってコンビニ酒買って歩きながら行って一位さん飲むペースめっちゃ早いなあの人めっちゃ早いんかうんベロベロなって一位さん。 の公園かる公園でもベロベロになってんか一人でめっちゃハイになってラジオから伝わらんけどんかこうやってずっと一人で走り回って進撃の巨人みたいなほんで走り回ってんかタバコ全部落として水たまりの中入ってタバコ全部吸われへんくなって「ピザがタバコくれ」とか言ってタバコあげてもうフラフラやん。 ずっとな酔いすぎてなんか喋り方が子いあの時の貴乃花みたいな喋り方してるんですね, <laughs> 僕ねずっとそれでそれでもうずっと宮本さんを褒めてて僕はほんまねあの僕は、ね、うん本に、ね、あのね, <laughs> あのねほんまに、ね、僕やっぱりね思うんですよ。もうこうね やっぱもうほんま宮本会社でさ、もう今回ぐらいもうこれずっと今ので四回ぐらいこれずっと喋って、でもまあまあ一井さんわかりましたわかりましたつって、うん <laughs>、俺ももうい,いくたま家近かったから <laughs> もうちょっと一井さんを、うん、あの鹿の新聞北上に任せて俺は帰ってないけど、うん、だからそれで年越ししたいだから一井、えー、さんちょっとやばすぎて今まで見たの中一番よってた <laughs> っいいさ、でも一、ね、井さんとでも年明けはのみ行ったな。 たうん飲み行ってえー、っとその後バー行こうかって言ってで全く知らんようなバー行ってああ人さもし金ないくせにまじ金払いよなうんまあでもその昔かなぎなんちゃうん,ああんかそこら辺はもう連れてってくれはるな人 <laughs> で、まあいう人ほ芸人とは言わずそこのバーで飲んでてそしたらバーのそのオーナーさんの女性の人やったんけど、うん、なんか私でもこの辺やったんでみたいな,なんか漫才劇場とかよう行ってましたよみたいなああああ昔のその,その言うたら ファイブアップじゃないけどなんかあのベースとかのあの頃行ってましたよみたいなで俺らは別に芸人って言ってないからさ「ええそうなんですか誰見に行ってたんですか?」って言ってあの見に行ってたとかじゃないですけど一番覚えてるのはあのあのほらあの人あの人,あの人っ,て言ってあの学歴中のって,言って学歴中のって言っ,ての,っ,て言ってあのネイビーさんあーあそう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 中うその。そう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  はなんかもう学歴中って言われてんだよと思って世間では嫌われ者やなちゃんと嫌われてるやなんかうるさいんですよね下のところ行ってたらねみたいなゲラゲラ腹抱えて笑ったわうまあまあ年末年始は単独かとりあえずねそうね単独の話とかも単独な終わったかそうやねどうでした なんかやってみたいざやってみたら楽しかったなめっちゃまあそうね準備に死ぬほど時間かってねだけどもう準備までその始まる前まで始まる前まではほんま地獄やと思ってたけどまあまあ結構もやってみたらまあいけんねやろうなと思ってたけど、まあ、準備がとにかくしんどかったそうねそのなんか 途中でいる小道具とかがさ、うん、劇場になかったりしてさ作家さんに当日走り回って買いに行ってもらったりもしたりとかしかもさその一応俺らも心配やから入念にリハとかもさ、うん、ある程度合間の時間とかでしたけどさ、うん、そのリハで小道具壊れたりしてさうもうあれ、グロかったなだってもう開始30秒までやってたよなセット。 やってたねほんでなんかまハプニングがちょっと多すぎたないろいろ2本目のネタのなんか小道具でなんか糸から小道具そろそろ抜けていってなそのもう一回暗転しながら糸に小道具通さなあかんから、うん、その謎の1分ぐらいあったもんな、うん、真っ暗な1分でた,た,ただただ曲流れてるだけの。 とか,もあなんかあのー、1本目のコントはあってさ1本目のやつがさ小道具ちょっと多かったからさ小瓶とかいろいろあったからさ、うん、それが残っててさ 2>,、うん、2本目のコントでさ、うん、その小瓶蹴ってもってさ、うん、舞台上にコロ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 ,コロ小瓶落ちていったからさ、うん、なんかそ山ほどあったなで <laughs> 道具も壊れるし、あのー、あ,あるまじきこといっぱいな,なまあまあまあでも勉強たなったろ だからもう配信買ってない人はね、もうほんま損したと思ってください。ほんまそうです。でもまあ110枚ぐらいでし百110枚。110か。いやまあもう110ぐらいだいいやろね。会場が2二百2 2か1 2 2> かな,かかな 1> でー、会場、えー、じゃあ配信が110。そうね。いやまあ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 。<い>まあまあ、上映じゃないですか。うん。 でまあれあれやなそのあともうちょっとな余裕ができてたらなその他のかけるのライブの時とかにさ、うん、単独手売りとか、うん、合間に出るとかもできるけど、うん、ちょっとそんなんもできてないんざっくり彼の計算しようえとだから 1200× まあ大体どうするんでうか ?×331? 配信1500か。 こん,こんな金の沈黙よくないでかけるぜおい39万7200おっしーで配信今 1500×110 しましたら全部大体全部1200で一応計算したもん普通に40万超えてる40万超えて俺らにいくら入んのこれ頼むこれでこんの動画代返したい, <laughs> い<や>だって俺も見たことない額言ってたもんあの携帯代俺もすごいわ けあのアマゾンで買った購入入入れてエグい入れたんだけど。分担して買ってたやんか。うん、で、俺、ダイソーの小物とかが積み上がりすぎたのと、うん、あと剣道具とかあんなあ、まあ、メルカリな。そうそうそう、メルカリ系のやつとかで、なんか俺、携帯代今月3万,3万ちょい払わなあかんで、ね。いや、そんなかわいい。俺、貴様僕エグいで。ちゃ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 、だから、先月が3万6千やったんで。うん。で、今月3万ちょいやで。 なるほどなそうそうそうで僕も数、ね。なんかななんかおかしいねんな全部で六万ぐらい払ったわそ,そうね俺もだいぶ言ってんなこれしゅどうにかならんかねそうね <laughs> ちょっとどんな金ないわ俺だってさその唯一貯金してた口座あんねんうんその 吉本の給料入ってそこから家賃引かれて、うん、貯金に回す用の口座があるんやけど <laughs> もう自分でそんなちゃんとやってそうそうそう <laughs> ちゃんとやり始めて、うん、み見てこれ見てくださいこれ,これよ40万 <laughs> 捨てて前そんなもうびっくりしたこれ,これ6万ぐらい入ってたんええ、ね、<laughs> 全然なくなり全然なくなりだからもうしっかりバイトをねあのした上で単独ちょっと見切り発車しないと いやまあでも僕今んところ来年夏ぐらいやると思うつもりで来年の今年か今年夏ぐらい暑いでーいやいやそれは知らんけど暑いでー夏はい,そういつの季節でも暑いよだろ 舞台上でね、その老夫婦のポントとかでもあって、意味わからん量の汗かいてた。ね、<laughs> お,おばあちゃんやねん。おばあちゃん,ん、ゃん滝のように汗かいてたりしたからな。<laughs> でも、夏頃いいね。夏頃したい、ね。まあ、普通にその撮りたかった部位が季節的に撮られへんかったりするもあるから、まあ、夏頃でいいからじ。うん、ちょっとでも、ほんまにも次から金のやり方考えなあかんわちょっとなん。支配人にも言われたけど、クラウドファンディングするなりとか、うん、なんかちょっと金の集め方考えなきゃその鼓動 道具やつ売ってほしいとかもあったわ DM でもう売ろうか売りましょうょ売らしてください中島君今ねたまたまマネージャーが隣にいるから全然小道具買いますっていうのがほんで実いいやんそれさめっちゃ売れるとするやん何人もおるとするやんほんならもうだってさ紙粘土とかで作った例えば俺らの小道具やったウニとかやろそれ,それを買いたいですって人おるやん、うん、ウニ2個しか作ってないやん でも例えば10人来たらさ100円の紙粘土がそうすごい値段に化けるただ,だっただビジネスできるだ俺らマジで <laughs> こんな素人の通賀工作で紙粘土のウニが1万円とかに売るかもしれんやりましょう本物のウニより高い値段 <laughs> <laughs> ええー、ウニ普通にええー、ウニ使ってる <laughs> いやでもほんまにでもまあでもなだから今思ったんはあの してるお前ドイツでなベルリンの壁ってな。うん 壊した時でんねん壊した破片を打ってんで、うんうん、でかいクジラを破片にして、うん片ね、ベルリンの壁みたいに売ろうろっだから俺今まだ一応クジラの破片ちょっと持ってるから、うん、こ,れこれは目の部分です、ね、そうねクジラのタンですとか、ね、と部位ごとに売ろうろでなんかサインがない後ろの中に、うん、なんかちょっと赤みはちょっと高めにしてる <laughs> <laughs> ちょっと部位ごとに出ないわけよいや、ね、クジラさばかなあかんから、うん、禁止やでほげいやそう,もうだからな いや,そうや、ね、だから<で>そのお前じゃ俺一個その小道具に関してちょっと文句あんねよ。お前何いやお前さ、うん、俺 LINE で言ってんコント道具作ってくれ巨大なクジラって俺クジラ作ってって思って巨大クジラ、うん、でお前も作ってたやの、でっかいでっかい作ったじゃないですか、うん、知ってますあのクジラってなんかがっ生物学的にそのクジラとイルカの境目ってサイズにしかないらしいんですよ、うん、で そのお前が作ったのは四メーター、四メーター四メーターのクジラやったね、測ったら、じゃ四メーター以下はイルカやね。お前あれイルカ作ってるからお前、お前イルカ作ってって言ってないか。ほんまですか？クジラ作るやん。俺クジラ、いや確かにクジラで受注は来ました。やろ俺クジラって、そんな生物がいるのよ。やもうもう作り直すやん。もう一回作り直し。え？あ作り直しです。もう一回？ 作ってもう一回凄いねあれお前さ俺さクジラ作れって言ったよいやそうやねクジライルカ作ってよお前だからやばいやいやあんな頑張って頑張ったとかじゃないのよお前イルカ作ってるからいやいやいやそれ生物学的に見たらねもうあんなのいやいやリアリティお前さ封筒本物のアでさやるぐらいのリアリティ追求してる俺らでお前イルカ作ってるからお前作り直すよもう全然俺もえだからまあお客さん俺ら騙してる騙してると一緒やねあれあそうあ いや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 でも全然もう俺なんかもうこれの対抗として俺全然舞台中にしたかんだりできるいくらでも迷惑そうそう俺にやり返すといさかいさかに迷惑をかけるにはその一番自決が早い俺殴るとかとから自決意味分からんや ほんまにさ、あれやばいな。お客さん、そのだからもう、謝れよ、お前。あれは、そのイルカを作ってすみませんでた。あれは、クジラと言いましたが、あれは正式に。俺、俺のこです。そうほんまにさ、その理論をさ、単独とか終わった後にさ、こう、それこそパッて言われた時にさ、なんかほんま膝から崩れ落ちた。お前は三週間かけて、 その <あら S 1> 発注と違う <laughs> 発注間違いのものをせこせこ作ってた。た <laughs> <laughs> 発注と違うな、うほんで。 これはまだ言われんのやもう一個のもう一個のやつも言いたいのめっちゃあるけどクジラはもうな SNS の配信にも載っちゃってるからそうそうそうクジラをねバラした動画を撮ったんですよその単独終わってか大きい小道具がもう一個あってこれとクジラどっちかバラすかを決めてください一その一つしか選べません保管場所がないから保管場所がないからで <laughs> 泣く泣く <laughs> じゃあクジラバラします単独終わった瞬間速攻クジラさばいてさカッターでビーって、うん、たでこれが、まあ、今年のリアルやからこれ動画に撮っとこうと思って、うん、タイムラプスでこう、うん、バーって早送りで,、うん、でめっちゃいい動画撮れて、うん、そしたらその制作さんが後ろがパーってきて「うん、あめっちゃいい動画ですね」って、うんあ「でもこれちょっと。 こういう小道具とかここに背景に置いてあるの映ってるんで、うん、ごめんなさいこれ SNS 禁止で。<laughs> <laughs> なんやねん。何のためにクジラ作ったっ。それで言うとちょっとな週末ま,またその疑惑が上がってて、うん、ちょっとまあまあもうこのラジオでも再三言ってるけど、ちょっとお前はもう俺に、まあ、いやもういさかに小道具作られ させられてるるんですすみたいな顔やんでやめろやみたいな話になったよ。ラジオでもそれでさ。で終わってから週末ことを解体してたなって話もあって、あのこジらでかいの解体してたなってなってさ。お前どこで解体してたエレベーターホール前。エレベーターホールってもう全員通る場所やから。ただいや、それに関してはちょっと言わせてみんなに見てほしかった。見てほしかったな、お前。 僕こんな頑張って作ってこんなでかいやつ <laughs> みたいなそのもうアピールやめろアピールやめろ見てほしかった <laughs> でも僕はやめませんアピールやめろでもねちょっとあれはねさすがにあそこでしかバラせないんだ <laughs> まあまあだいぶでかかった <laughs> そうそうあれだって知ってるその 吉本の一番でかい扉開けんとそのあの幅通られ本のを教えてくれ。エレベーターとか一番でかい扉あるやんか。吉本の一番でかい扉はもうその大崎会長のヘとかその社会的にな。あそこではないいやでも単独はもうちょっと金。金です。でもあの僕。 はもう決めたんですけど値段上げます、うん、単独のああいいじゃないあのもう普通に考えておかしいかおかしいなそのかけるライブ1300円で単独1200円で意味わかれへんうんそのこれは金が欲しいとかじゃない正直、うん、そのかけるライブより安くてええわけないっていうのでそのこもだってそここっち側の,のプライドの話だって1時間で作り上げる作品やもんなそうそうそうやから上げますうん えんちゃう,うんでもそれでこうへんかったもしゃあないしなうんいやそうだからそのせまあまあ初回やったからまあ俺らのことを決める時にそんな知らんからまあ,まあまあ安かったらそんだけ安いし、うん、まあシスター見てようのね、まあ、そうそうそうまあ一回ぐらい見てみようかなみたいなでの人もおるかなと思ったから1200円にしたけどちょっと安すぎる、ねうん、でもさもう普通にさ俺も視聴者側として一お客さんとしてさ、うん あれ1200円とかやったらさすがにちょっと安すぎるわ。安すぎるな。で、うて僕らはステッカーとかも配ったしね。まあステッカーもあるし。まあちょっとまあほん小道具に金かかりすぎてるのもあるし。うん。1200円でいいよ。まあでもそんだけ、もうそしたら別にね、値段上げる代わりにちゃんとこだわった単独をお届けできるんでね。そこは別に安心しても、ね、大丈夫。金いくら入るんだよな。いやちょっとリアルに言うてマジ一1入ったらいいよ。リアルに一枚やな。 いや入ったら a えほで何がペイできる一で何もできんなだから多分あれだけちゃうあのウェットソーツとかだけだ <laughs> 俺のウェットソーツだってさあれ,あれまだ生産してるから俺も違うからウェットソーツだけだ俺も自分のウェットソーツ買ったからな、うん、あそうやね。お前も使ってない <laughs> そう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 ほんでしかもあの実は竜宮城のコントね、うん、そのセグウェイ、うん、であれ一体カメ いやこんなん言っていんかなうんまあまあまあいいんちゃう別にどうせ聞いてる,かかるまあまあそのボツになったそのカジキねあほんまはねほんまはほんまはねあれねエイ <laughs> じゃなくてカジキでやろうとしてたんですよカジキでやろうとしてたけど、うん、そのセグウェイって太いから、うん、このねこの、まあ、こう言葉だけで伝えますい、ね、な <laughs> このカジキは細長いじゃないですか細長い体に このセグウェイのタイヤごと入れれなかったよね。横広くね、そう、入れれへんかったから、うん、そのカジキのええー、1メーター40あるめっちゃでかいぬいぐるみ買って、うん、腹裂いて、うん、その中に。うん セグを入れて、そのちゃんと外に車輪出へんようにしようとしてたそう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 横幅が広すぎて、横幅にこの長さ取られてもてめっちゃ短くなって。でなんか六十センチぐらいのなんか太い、太いタダのができてもて、鈴木みたいなができてもて、これもうこれをカジキというのはもうあまりにも嘘すぎるってなって、ただただカジキのなぬいぐ代に五千ぐらいかけて買って 綿腹咲いてて出して終わったなそうそう、ね、だから買うだけ買って使わんかったやつ山ほどあるからなああそう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 これがあるからなそう、ね、コントな <laughs> ほんまにちょっとホンだからクラウドファンディングちょっとホン考えたリターンがそれでいいんかないいリターンがあったら教えてほしいけどなあご<ー>道具くれるとかじゃなくてだから <laughs> そのステッカーも、ね、ステッカーも特別感出すためにその クラウドファンディングでなんかその支援してくれた人間にしか配らんようにするとか全員の特典じゃなくてああいやなんか,か値段によるやん,そななんかそのあれやんクラウドファンディングも1000円の支援はこれや、うんうん、けど1万円とかいったらもっとすごいもんとかあるやんうんだから,だからもうリターン考えよう考えよるだけの最大のリターン考えようまあだから一個一番、えー、例えば500円とか1000円はもうステッカーとかにする そうねーまあまあでもステッカーは入場者特典で取っといた方がいいんちゃういやでもまああれも金かかるからなだってまあ無料で配ってるわけだからあああまあそうかまあそうねって考えたらまあだって普通にポスターでもええわけやもんね、うん、フライヤー持ってる入るだけでもいいわけやもんね、うん、ってなったらやっぱそうやねステッカーはありかな500円とかなら。うん まあそうね。ステッカー500円。うんまあ、500円の 500, 500円でもまあ。いや、ステッカーは欲しい500円でぜもうちょっと、ま、僕もうお金のケーしまくろう。500円で、1 0パ3 0 0やろ。まあ310何本とかやけど、うん、300円で、うん、だってもう全員が満席で500円支援してくだけでもう15万集まんで、うん、それだけでも俺の小道具はおつり出るぐらいや。おつり出て何な,ならいい。なならもっといい小道具やし。あそうもうある。 うんで千円千円のリターンだもん1円いやでも千円って結構やでそうやで万劇の千円とかだって結構なんか良かった気するもん、うん、あそうな万劇のクラファンとかねあののさあのフェスの時のクラファンとかしてたようんあのオフジオの写真とかうんあのステッカーやったりピ、うん、ンバッジやったりとかそういうの確かチャットや気するもん1、えー、ん1000円はうん千円はどうしようか千円は はで結局さ、だからこの裏側を好むや。うん。わからんけど、その台本とかのとこ嬉しいからわ、うん、からんけど。いや、台本。ああ、そうね。台本見。のいや、台本ってでも結構ちゃう。知らん俺、そそこの価値があんま分かってるんですよ。いや、じゃその。 だってさ万が一考えて世に出されるパってことを危険性を考えたらえー何だろうなわでも万劇とかすごいわ900円でステッカー5枚とかやでそんなもっと高くていいかで1800円であの靴下靴下ねうんとか靴下はいいわとかチェキとか、ね、なるほど、ね、チェキとかにする1000円チェキおお で2000円はまあ言って小道具を上げるとかでいいじゃん2000円。いやもうちょ、もうちょい上でもいいから、だってなくなるわけもなそう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 。また作らなあかん労力増えるからな。5000円小道具ランダムああ、そう、ランダム。5000円小道具かま,ほんまだから5000円小道具 <laughs> いやでもそれはだから別に最後別に買ってもらわくていや別に買ってもらったら俺らのこなくなるわけからまあまあそれでもして5000円ぐらいかけてでも俺らのこと欲しいんやったら、うん、えー、めっちゃなんか印象悪なってないいやいやもうそんな関係ない大丈夫でもでお互いのやつだぞあとこれだからイサカ県とイサカクラウドファンディングとお前のやつああ僕のやつあでも え小道具とか意外でう逆に自分ができるマックスのえ僕じゃあもう一番高いんですこれは五万5万五、うん、万,万。クラウドファンんに5万。乳首コリコリ。乳首してあげる。く伊坂君の乳首乳首いやどっちでもいい。<laughs> 俺が俺がしてあげるでもいいし、うん、してもらうでもいいし。え乳、ー、首いいよ乳首5万。あなた5万で <laughs> その需要とき、ええだって自分もしてもいいし、選ばせてあげるってことでしそう、いいね、どっちでもいい。俺にしてもらうのもいいし。<laughs> しいえー、ほら、俺、<え>一発15万とかでオナニーとか全然 <laughs> するで。ほなチ。チクビコリコリ。チクビコリコリコでも、どの風俗上よりも高い。 確かになその味はだって最短オプション <laughs> もうオプションとかじゃないもんなその,だってそのセットについてるやつやも、うん、ええー、それかもういや1万でチンカスに合わせとかにする <laughs> <laughs> えもうそれはセックスしたいもうほな<来>20万でセックスにしたチンカスに合わせとかにする お前じゃあもう一番で沈活に俺あれここにするわあのこの股のこのこここの薄いとこそこ吸いなるか知らんんそこ吸いなんねんそのテープって股ずれとかするからなるほどねそうそうそうなるほどねじゃないのよあかんからちょっとでもまあまあ最大は小道具とかかまあそうねだから小道具がやっぱいっちゃん痛いかな20万セックス一応置いとくじゃ出すだけ出しとく どうするほんまにその20だって言うたら20万でランダム20万セックス俺100を覚えたら AV 何より転身するお笑いやれん,んいやいや <laughs> 20万確かにな20万セックス100人を覚きたら100人いったら何ぼ ?20 万かな万20 2000万 <laughs> 2000万はあそれ転身する俺 <laughs> <laughs> だってなこの一1年に2回単独したら4000万入るわけだもんね4000万はい <laughs> ちょっとまあ,まあちょっとクラウドにちょっと考えましょうそうねちょっとまあ確かにちょっと金捻出するのはちょっと嫌すぎるヤやしなこれは別に俺らがもうめちゃくちゃ儲けきたりとかじゃなくて本当に金がなさすぎて単独もう打ちようないからとプラスあと他の 単独ととちゃうことをやりたいっぱ<ん>そっちの方が嬉しいのか今回で言ったらなあの別に床なんか光らさんでええけど光らしてみたりもして、ね、そうそうそう光そうそうらしたからって別に笑い生まれるわけじゃないから、うん、別正直どっちでもええねんけどおおでんか、まあ、今まで床光らしたことあれつおらんやろと床光らしてみたろうと思ってやっただけだから <laughs> まあでもあれもな別に LED テープライト買って使ったから、うん、まああれ剥がせば別に何人でも使えるから、うん、またちゃうやつにも使えるやろうし、も、ま、う、あ、ちょっと単独の金の捻出のし方たはちょっと工夫したいと思います。まあ、そうね、はい。で、まあまあ、これでね、まあ、ねま,あ、まあ来てくれないみたいなことになったら、それでもしゃあない、うん、それでいいです。ということで、ちょっとお便り見ますか。 えー、シスターさん、えー、のお二人、こんにちは。いつも楽しく配置をしております。最近、かけるの、えー、芸人さんを応援するようになり、<laughs> 芸人さんには手売りの文化があることを知りました。あじゃあめっちゃ最近お笑いに触れたことある子やな。うん、お二人が今まで対応された中で印象的だった手売りのお客さんや、うん、他の芸人さんのお客さんで印象的だった方などいらっしゃれば教えてください。これからも応援します。お寿司食べたい。 俺もう何遍も言うてるけど、あの子は超えたことないな。イサカファンタトゥー。プレイボーイタトゥー。タトゥーの女の子な。くっちゃくちゃの。俺に、普通に5箱ぐらいタバコくれて、週末さんもタバコ吸うんですかって言って。僕はあのメンソールのハイライト吸ってます。あ、私もです。っって、自分が吸ってる残り1本だな。くちゃくちゃのハイライト1本もらった。確かにな。あれがなんだかんだ、ちょっと一番やばかったかな。 そのあうわやっぱ人間っていっぱいおるねと思ったもんああそう、うん、いやえー、俺誰やろうなあでもねやっぱ印象に残ってるのはやっぱ、うん 女性のお客さんはさめっちゃ多いやん男性少ないから男性の方がやっぱ濃く記憶はしてるよね女性も何回も来てくれてはる人はさすがに顔と名前覚え出したけどやっぱおっさんのファン一人おるやん俺ら俺ねおっさんのファンはね覚えるなやっぱうん覚えるねなんか俺お下がりの服あげようかとか言われてとかもあるしあとなんかね俺手売りのあのさ 手照明がとかろって感じたことないそう俺は暑いと思ってめっちゃ汗かいちゃうね,うんねでなんかたまに手売り出てたらそのファンの人が汗拭いてくれるっていうのはあるなんか最近がオペチオじゃないや <laughs> 自分で拭けええや,やろでもまあなんかそういうのはなんか増えてきたな,<う>なあ,あとまあだから僕、まあ、一個、まあ、ファンの人にたまにいたたまんまたまにおるのが、うん 俺とお前は友達ちゃうねんみたいなやつはたまにそる。いさかとか特にやな。そう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 。俺、お前の連れちゃうからみたいな芸人と同じようないじり方してきて。ほんま対等にな。いえ、応援してもらってる立場であるからありがたいけど、見せたってる立場でもあるやん。かる応援ししててもらっ あれですけどまあ僕らレベルで言えばね、うん、そうなんですけど根本的に言えば見せ立ってる立場でもある、うん、だって下から出るために手売りで出てるわけじゃないから、うん、そうそうそう,そうその同じように同期みたいな感じで接してくるやつとかたまにおるから「そうお,前お前誰やねん」と思っ あとなんか、私の方が他の芸人のこと知ってますよみたいな。それもおるね。そうねえそれもな。そう。ただただ、いやもうね、それは何喋ってくれてもいいんですけど。まあ別に僕らもそんな出さないけど。出さへんけど、あんまり他の人からもね、印象はよくはないと思うよってことやね。あなた誰ですかっていう。いや、そんなゲームやったら一生応援しろよ、お前とかに。まあまあね。誰やねお前マジでみたいな。やつおるからたまに。 まあそれぐらいですかね。その悪い方で言ったらそうやな。まあいいも悪いもそんなないけどな、別に。まあみんな皆さん一様に同じように見てるぐらいで。そのなんか別にこの人が特にとか別に何もそのおっさんのファンは目につくからおっさんのファンだけはめっちゃ嬉しいね。まだおっさんでありがとうって感じですね。同性ってやっぱいいよね。うん まあ、もう一ぐらい行きますか。<coughs> ええー、ドレミファドンさん。単独見に行きました。わ<お>ええー、シスターらしい、ドタバタの一時間でした。<laughs> えー、単独。 らししい大掛かかりなネタが多くて楽しかったです、うん、お笑いファンとしての質問ですがシスターさんはネタの使い分けや作り分けなどされてますかグランプリ向けとかショーレース向けかけるライブ向けなど使い分けや作り分けなどしているのか気になりますまた週末さんはひ孫さんが作ったネタでいまいちだと思ったネタがあった場合は意見したり正直な感想を言ったりしますかということですねあー まあでも反応悪かったらあんまり入れへんからなこいつのうんまあでもなんか普通に話してくれるから別に、うん、これをこのネタはっていうのはないなお前に全く相談せずやるはないからな、まあ、こんな感じでこうこうこんなんやろうけど、うん、どうぐらいは言うからなうん俺別に特にないな、うん、あ,あ<ー>でもなんかその1個あったのは、うん、そうめっちゃ楽しかったでめっちゃ楽しかったけど、うん、そうもう絶対 これは舞台上であかんやろっていうやつは、うん、そうただただ僕が顔を白塗りしてただただ僕が顔を白塗りして,、まあ、りして舞妓さんの格好をして。<laughs> <laughs> <laughs> 戦争を持って3分間ぐらいずっと踊るだけ <laughs> ロボットダンスとかして踊って最後お歯黒の歯見せて終わるっていうあのネタはさすがにストップ入ったかなめちゃめちゃおもろかったけどあのネタは僕もただただ週末のこの見た目どんだけどの時間受けるんだろうの調査やったらそうそう何分目まで面白いんだっていうその調査ためのだ,だ,だけにやったやつあれ3分半とか4分とかかあれ だからまだいけるかまだいけるかって <laughs> <laughs> まだおもろいかまだ<う>まだ見た目でいけるか落ちまでのきっかけいさかやからそうそうそう,そう,そ,う,そ,うそういうネタはまあそれまあでも基本的になんかおもんないなと思ったネタはないですね僕はうんまあし、まあまあ、ありますよ作り分けてはないけど使い分けはやっぱあるよねそのなんかグランプリ <laughs> バトルライブ向けやなっていうネタはあるしうん そ,のね、それこそなんかゆっくり始まりすぎるネタとかやっぱ、ね、グランプリとか向いてないから体感で一回やったらなんかこうパッてああってなるような、うん、そこ,こっち向きやのまなバトルライブ向けかなとかもして、ね、でもバトルライブ向けのネタが必ずしも好きなわけじゃないからな、うん、そのゆっくり地味にずっと変なことやってるみたいなのが好きやったり面白かったりするからな。 まあそれこそなんか単独でやったやつやったら、老夫婦とかはたんあのバトルライブ向けじゃないけど、俺めっちゃあれおもろいと思ってるから、あれをだからむずいねんなだからた、バトルライブ向けに仕上げていくのか、うん、もうあれはあの、長々だらだらした空気感の,、うん、あの老夫婦の生活感をほんまに出した方がいい。やっぱあれはう、喫茶店とかもそうやん。うん、もう喫茶店とか詰め出したら多分おもんななんねんなん、多分あれなまあその辺がむずいな。うん そうねまあでもネタ自体は多分エコー以外は全部残ったからエコー以外は全部どっかのライブでやるんで <laughs> ん単独のネタでいうともうやっていってるしなうんだからまあそうですね、まあ さすがにショーレースとかはさすがに気にしますかけるライブとかに関してはそんな別に気にせえへんけど、うん、まあでもまあ単独のそれこそネタとかやったら老夫婦も喫茶店も長いからかけるライブでやられへんなみたいなのはありますよね、うん、まあだからやる場所選ぶけどぐらいの。まあ、でも作り方とかはめっちゃ気にすんのはあれやけどその一発目の一番初めに思いついた発想がバトルライブの向けっぽかったらもうそれで作るそっちに寄せて作るのうーん そもそも、えー、例えばローフーフとかめっちゃニュアンスやんあれ、うん、ニュアンスのやつはそもそもバトルライブ用で作らへんけど、うん、例えば俺らやった鳥のやつとか、うん、あれはもう思いついた段階であこれバトルライブ向けやなと思ったからバトルライブ仕様に作るって感じ、うん、その作り分けをしようかなぐらいですかね、うん、ご質問の答えになったでしょうか、えー、まあということでね新年、うんえー、一発目ですけど 今年のシステムよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ございました。バイバイ。